アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。ただいまより本日のメインイベント、第7代クラッシュウェルター級王座決定トーナメント決勝戦を行います。青コーナー180cm 67.4kg 体勢会館キックボクシングジム 3K K1 甲子園2017-2018アンダー65kg 王者近藤海星。真のヒーローまであと1勝、近藤海星。赤コーナー174cm 67.4kg 谷山ジム山際和輝。俺こそベルトにふさわしい山際和輝。山田正美、豊中稔、太田純一、レフリー梅木義則。クラッシュ116第7代クラッシュウェルター級王座決定トーナメント決勝、山際和輝 VS 近藤海星。この試合は1ラウンド中3回のダウンで KO 負けとなる3ノックダウンシステムで行われます。今日準決勝を戦って今日2試合目です。石川直樹さん、木村フィリップ稔選手、小島美優さんとともにお送りしていきます。お三方改めてよろしくお願いします。お願いします。さあ試合が始まりました。青のグローブ近藤海星、赤のグローブ山際和輝。3月に一度対戦して近藤海星が判定勝利を収めています。さあ始まりましたね、石川さん。はい、近藤選手足は大丈夫そうですね。もうまず一番最初左のミドルキックも蹴ったし、はい、ね、トーナメント1回戦で足を痛めてるっていうのは懸念は、なさそうですね。そうですね。対する山際は木村選手結構元気いっぱいな感じですね。そうですね。というか入場からやっぱり2人ともすごい覇気があって、うん、やっぱり格闘技っていいなと思いましたね。あ、そうですね。入場見てるだけで、はい、ハラハラしますね。で試合展開も早いですね、今回決勝は、はい、うん、お互いも早めに早期決着を狙ってる感じがあって、はい、やっぱ決勝にふさわしい戦いが見れるんじゃないですかね。うん、いや小島さん、やっぱり雰囲気変わりますね。はい、変わりますね。もう会場も盛り上がっていたり、真剣に見ていたりでね、ピリピリとしてますけど。そうですよね。あとちょっとパンチ増大の右の拳、左のいいストレート待った近藤海星。やっぱり近藤さん、パンチパンチ増大、技の種類が多いですね。さあダメージそうだ。木村選手どうですか、山際のダメージは。結構あると思います。左ストレート、まあ、今日山際選手もパンチ乗ってるんでね、まあ、ワンチャンあると思うんですけど、まあ、近藤選手強いですね。準決勝ではパンチでも KO だった山際和輝。いいボディ、海藤 KO。 膝とかもうまかったし、ボディに攻撃を集められるのもいいですね、近藤選手は、はい、そして意識を飛ばすストレートがある。だから近藤選手は削られないことですね、山際選手に、はい、山際選手はやっぱミドルとかで削っていくのがうまいんで、そこに飲み込まれたら、はい、結構ベテランのキャリアはやばいんで、はい、どんどん辛くなってくると思います。試合数で言えば6倍山際がこのプロでのキャリア積んでいます。8戦のいいですね、近藤選手サイドステップがいいですね、はい、山際48戦前に詰める。山際選手はなかなか蹴らないんじゃなくて蹴れないんでしょうね。蹴れないですかね。やっぱこのやっぱりパンチを飛ばすとその後に近藤選手が、あ、蹴りを飛ばすとその後パンチが飛んできそうなんで、近藤選手の、はい、やっぱミドルキックを蹴ると片足になるっていうデメリットがあるんですよね、まあ、はっきり当たり前なんですけどね、はい、そこを近藤選手はついてきそうなんですよね。山際の蹴り、ハイキック得意の蹴り、いつもみたいに蹴れないですよね、山際選手が。いや小島さん、レベル高いですね、うん、そうですね、こうグッと真剣に見ちゃいますね。目が離せない右ストレートは一瞬顎浮いた山際和輝。山際選手パンチですね。いいですね今日、うん、木村選手からもいいですねという声。お互いいいですね、はい、いいラウンド。これはローブローに最後入ってしまったか、
ローブローではない？いや、ローブローです。いや、ローブローじゃないですかね。いや、インローみたいな。あーっと、やはりこれ手首だ、手首だ。手首折れたんすか。山際和樹の勝利がコールされました。手首折ったんじゃないですか。第7代ウェルター級王者は山際和樹、なんという幕切れ。手首を抑える、ものすごいテクニカルノックアウトですね。すごい。こんな結末があるのか。初めて見ましたね、こんな決着。パンチを打った時にこんな怪我って、まあ、拳折るみたいなことはあるかもしれない。これ、はい、拳折れるはあるんですけど、膝切りで手首がダメージを食らうっていうのはなかなか。そうですね、はい、山際選手渋いことやりますね、結構。あ、自分で打って、打ってですね、膝が当たったわけじゃないですね。ここですね、右の拳。あ、打った後なんですね。あー、これで頭に当たったんですね。入ってきた山際選手の頭、角度から見たら全然わかりますね、頭ですね。あっと、ちょっとこの痛がり方を見ると、なるほど、結構ちょっと心配ですね、ちょっとこの先のことが。今公式からの情報が入りました。手首のやはり怪我で、これはもう、試合続行不可能ということで、勝者山際和樹ということです。いやー、ちょっとこういう結末がやはり、石川さん、はい、やはりリングっていうのは何があるのか。そうですね、ちょっと止まっちゃってすみませんでした。解説なのにすみません。本当にもう、はい、何が起こったか分かってて、放送席割れて、はい、全く見当違いなこと言ってました。でも山際選手なんでしょうね、こういうのも運っていうのはね、今日山際選手に持ってましたね。ですよね、乗ってましたね。ノーダメージですよね、に近いです。1日2試合戦って、今ちょっと、最低のご説明をいたします、はい、ラウンド終了間際、近藤選手が、うずくまりました、状況を聞いたところ、右の手首を、負傷してしまったということで、試合続行不可能と判断しました、よって、TKO により山際選手の勝利とさせていただきます。よろしくお願いします。海木審判部長よりアナウンスがあった通り、 TKO で山際の勝利が決まりました。小島さん、驚きですね、やっぱり。そうですね、私も何が起こったか分からなかったんですけど、ちょっと、ね、角度が悪かったんですかね、あれ。頭に当たっちゃった感じですかね。まあ、このいわゆる手のひらの中指骨というところは結構この格闘家はよく折ることありますけど、はいはい、手首のあたりっていうとちょっとなかなかあんまり効かないんですかね。あんまり効かないですね、はい、そうですね。いや、指だったらね、腫れながらも我慢して戦うことはできますけど、手首は。さあ、しかし勝者は山際和樹です。最後までリングに立っていたのは山際。第7代のクラッシュウェルター級のチャンピオンに今輝きました。いや、それにしてもこれで、ね、山際選手はベルトが山際選手をまた強く成長させてくれるんじゃないかなという見解ですね。あと木村選手がですね、コメントで、つまらない結果でベルトを巻いたら俺がぶんどりに行くぞって言ったんですね。いや、これはいい結果だと思います。ね、山際選手が、ちゃんと ものにしましたよね、はいはい、1試合目とかやっぱり誰も予想しなかったパンチで KO したりとか、やっぱり新しい武器を見つけてた山際選手の勝ちかなと思いますね。やっぱりその成長もしっかりと見せてのベルトですもんね。山際から今声が来そうです。皆さんこんばんは。お忙しい中、観戦に来ていただき本当にありがとうございました。
もちろん今回チャンピオンになりましたけど、自分の実力だとは全く思ってません。本当にラッキーだと思ってます。でも3月の試合で近藤海星君に負けてから、本当に腐らずに、ずっとやってきたので、降ってきたチャンスかなとも思ってます。去年末ぐらいからなんかいい試合ができなくて、結果もなかなかついてこなくて、でもその中、スポンサーさんや応援団の方が応援してくれて、腐らずにここまでやってこれたので取れたベルトだと思います。ちょっとまだまだ、チャンピオンの内容ではないので、パンチでもっと倒せるようにですね、腕を磨いていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。山際選手ありがとうございます。49戦目でこのクラッシュのチャンピオンにたどり着きました。32歳に今年なる山際和樹です。